皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成横座滝沢でございます。富山さん、こんにちは。本日は、初心者の取引シリーズのワンオークロックの完全感覚ドリームを練習しておりまして、この3本目の動画では、構成と、あと別メロ、感想のところの練習を皆さんと一緒に させていただこうかなと思います。1本目の動画ではイントロ練習をしました。2本目の動画では A メロ、B メロ、サビドンと練習をしました。で、その後にさあどのが来るかという話なんですけれども、早速参りましょう。もしややこしいという方がいらっしゃいましたら、今回も楽譜がございますので、概要欄の方からチェックをしていただけますと幸いでございます。でも別に動画だけでも楽譜なくても全然弾けるので、その辺は皆様のペースに合わせて練習をしてみてくださいませ。画面のズバンバンとお手元もお見せしながらやっていこうかと思います。とりあえず、イントロ、A メロ、B メロ、サビと終わったとしましょう。ところが終わって、イントロが入ります。もうほぼ丸々繰り返し。ここから、要注意。ドシャープ、つまりこの人差し指が11フレットの位置で、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、まで連打したら、6弦の開放、4つ弾きます。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ゾゾゾゾゾ、これです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ゾゾゾゾ、こんな感じ。これで、また A メロの方に入っていくという感じです。ほぼイントロの繰り返しなんですけれども、最後のところだけちょっとゾゾゾゾが入るというふうに覚えておいてくださいませ。で、これが終わったら A メロにまた戻るんですけれども、途中までは全部一緒。このところ。8小節が2回繰り返されるわけなんですけれども、2回目のその 2小節目といいますか、ででバッバッバッっていくところあるじゃないですか。曲を聴き返していただくと分かると思うんですけれども、そこだけ、ダダダダ、縁延べ、縁延べ、マチタと、3文字が入ります。縁延べ、縁延べ、マチタ。で、その後は全部一緒。縁延べ、縁延べ、サラメハ、縁延べ、サラメハ、縁延べ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 、2回目のときに、フチノベ、マチタ、フチノベ、フチノベという感じで、マチタが入ります。3回ダウンで弾いていきましょう。で、あと B メロとサビに関してはもう全部一緒でございます。全部一緒。で、その後に覚えたいのが、その間奏のとこですね。こんな感じのところでございます。やってみましょう。ウォーイエーイのところですよ。ウォーイエーイ、ウォーイエーイ、行くぜ、ウォーイエーイ、行くぜ、ウォーイエーイ。人差し指がここですね。6弦の9フレットのところでパワーコード弾きます。6弦の9フレット。で、これをできれば、ツエダウンでツをしてアップでこのコード弾きたいんです。ツバーン。で、その次2フレット音を上げて、これ C シャープなんですけども、C シャープをあって、アップから2回弾いて、で、2フレット戻して、これ B なんですけど、B を1回弾いて、C シャープでいくと、ちょっともう一回、2を入れます。で、B をアップで弾きます。B。で、アップから C シャープを2回弾きます。C、C。で、B、C。こんな感じです。これが基本になります。で、この B、C、
ス、ビシシ、ビシを、4回弾いていくんですけれども、たまにおまけ入れます。1回目、ツ、ビシシ、ビシ、OK です。で、その次2回目、また、ツ、ビシシ、ビシまで行ったら、人差し指が6弦の2フレットの F シャープのからスタートして、これをダウンで弾いて、でその次、ツを入れて、アップで6弦の5フレットの A を弾きます。ツだ、ツだ。二つだですね。二つだ、二つだ、二つだ。二つこ、つこ、二つこ、つこ。で、ここまでいったらまたさっきのをつなげます。どうでしょう。こんな感じでガツガツタまで弾いたらまたさっきの、ツピーシシビシが始まるわけです。ツピーシシビシ。もう一回弾きましょうか。頭のところ、まず1回目、ツピーシシビシビシワンツーサン。ツピーシシビシ。ツアツタツピーシシビシ。ワンツーサン。ツピーシシビシ。楽しい。こんな感じです。ガツタツタツピシシビシツピシシビシガツカカビシシビシビシシビシこんな感じでビシシビシが4回あると。で、ビシシビシおやすみツピシシビシガツカカツピシシビシおやすみツピシシビシガツカカのおまけ。という感じです。で、この後に出てくるのが、ちょっとややこしいフレーズなんですけれども。なんでそれって感じですよね。行きましょう。まず人差し指で、この3弦と4弦の2フレットを押さえます。3弦と4弦の2フレットをまとめて押さえます。で、小指と薬指で3弦と4弦の6、6いきます。4、6、4、ロ、ヨ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 ロ。で、これを、ツ、ヨからスタートです。で、ここから4とか6とか合わせるので、いろいろこの交互に弾いていくんですけども、まず最初は2、4からスタート。2、4。で、アップから、ロロシロロシロロロシロロシロン。アップから、ロロシロロシロン。で、次は、ロシロロシロシシ。ロシロロシロシシ。ロシロロシロシシロシロロシロシシロシロロシロシシ合わせるとアップじゃないのツからですね。ツシロロ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 シロシシややこしい。ツシがあってツシがあってアップからロロシロロシロで。ロシロロシロシシちょっとややこしいな。ツシロロ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 シロシシこんな感じです。ツシロロ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 シロシシそうですね、基本的にそうね、ツシと言ったらシロロン、ツシと言ったらロロシなんですよね。ツシロロ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 シロシシこんな感じでございます。ワンツーサンツーシロロ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 シロシシで次もまたロロシといきます。ロロシロシロロ変わりました。ロロシロシロロちょっと紙に書くといいかもしれないですね。ツシロロ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 シロシシ
で、次はローローシーローシーローロー。で、またこれが入ります。さっきも出てきたやつですね。んがつかつか。で、また同じすしまで一緒。つしろろ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 しろしろしろろしろしろろでつけっけまた一緒。しろろしろしろろしろしろろしろしろろがつけっけまで一緒。で、ここからDメロが始まります。みたいなのが始まるんですが、ちょっともう一回行きましょうか。メロが始まるところに行きます。使ってるコードもすごい、ね、少ないですよね。最初この6弦の5フレットのパワーコード。これを、つかーつかーといきます。で、その後にブラッシングを3つ入れて、B を弾きます。で、また同じ手順で、6弦4フレットの G シャープを弾きます。で、またここの6弦の5フレットですね、A のと。で、もう一回6弦の A を。で、次 B。で、最後は6弦が10フレットの D を。と弾いていくんですが、ちょっともう一回いってみましょうか。まず A コードですね、6弦の5フレット。ツッパーラーラーで、次に2フレットずれて、ツッツッツッパーラーラー。このカラーピッキングが入るんで、ツを3つ入れて、アップで2回、ガーラーで、ダウンで打つ。こんな感じになるはずです。ちょっくらやってみましょう。ツッツッツッパーバーバーみたいな感じで、160、ちょっとゆっくり目にいきます。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。こんな感じでございます。ダウンピッキングの音を止めながら、なんか選手権がダカダカダバッドッドバッドッドみたいな感じがあるじゃないですか。あれに合わせて、こんな感じで音を止めていくと良いかと思います。こんな感じでその別メロが出てきたわけでございます。ちょっとやってみましょうか。頭のところから、ワンツースリーツッパーって感じで間奏のところを弾いていきます。このところですね、いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。あ、出た。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、サン。ワン、ツー、スリー。
こんな感じでございます。で、ここまで行ったらまたサビに戻るわけです。で、サビがもう、2回繰り返されるんですけど、なんていうのかな。ちょっとやってみますね。こんな感じでございます。サビをちょっと思い出しながら、一緒にやってみてくださいませ。サビが丸々2回繰り返されるんですけども、2回繰り返されるときにちょっと変化が、あります。こんな感じ。一緒です。で、これで一緒です。ハリボ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 の方に行かないって感じですね。で、アウトロの方に行って、ほぼ、サビの繰り返しでございます。カーン、カーゼ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 、のところですね。カーゼ、カーゼ、カーゼ、どこだったっけ。これだ。ちょっとやってみてください。こんな感じです。サビはほぼ繰り返しで、最後のキャーッキャーッのところだけ、9、11のパワーコードやって、キャーッキャーッ、そんな感じで終わるという、塩梅でございます。ちょっとこの感想ね。これがこう、うわーって感じですけれども。以上が、完全覚悟ドリーマーのすべてという感じでございます。いかがでしたでしょうか。ちょっと、ね、ややこしいところもあったかと思うんですが、YouTube の利点としてこう、ね、何回も何回も分からないところを巻き戻してみたりとかしていただいて、チェックをしていただければという感じでございます。というわけで、以上が完全覚悟ドリーマーの弾き方のすべてという感じでございました。どうだったでしょうか。ちょっと、ね、3番に分けて結構長くなってきたので、ね、がっつりやると、疲れただったかもしれませんけれども、3本を頑張ってついてきていただいて、頑張って練習していただければ、完全覚悟ドリーマー楽しく弾けるようになるかと思いますので、頑張ってそれまで練習をしてみてくださいませ。それでは最後になりますけれども、私、滝沢勝成、ツイッターなどやっております。TIKAJAW、滝沢なんていう名前でツイッターやっているんですけれども、もしよろしければ、フォローしてくださいませ。今回の動画の、ね、感想とかご意見とかリクエストとか、もしそういうのがありましたら、フォローの上、リプライとかいただけますと、参考にさせていただきますので、大変ありがたいなという感じでございます。それでは今回は完全感覚ドリーマーの弾き方という感じでございました。また次回の初心者はこれ弾けシリーズ楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。